はい、お待たせいたしました。本日、ナンバー5のバンドでございます、ザ・ホリデー・ベンチャーさん、よろしくお願いいたします。こんにちは、ホリデーベンチャーでございます。今タキちゃんって声がありましたけれども、今年はですね、なんと7歳になったばっかりの太田匠君っていう天才ドラマをですね、なんとか加入していただきまして、親子バンドホリデーベンチャーで、なんと去年はですね、平均年齢63歳だったんですけれども、タキちゃんの加入により平均年齢45と、ずっと若返ったのと、我々のバンドの売りはですね、今年は、誰とは言わないですけど、最高齢メンバーと66歳と7歳の差ということで、一つのバンドの中で59歳年齢が差があって、それをベンチャーズでやるっていうのは、なかなか日本全国探してもないと思いますので、これを今年の売りにしたいと思います。で、今タクちゃんに一言挨拶してもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと一応親父も簡単に先に紹介しておきますと、リードギター百瀬、ベースギター山口、それから私サイドギター鈴木でございます。よろしくお願いいたします。で、今日は今オープニングにベンチャーズのですね、コピーバンドですけれども、非常に言いにくい名前、ペネトレーションっていう曲なんですけれども、今日やるあと4曲やりますけれども、全部太田匠ちゃんがですね、自分で選曲して、なおかつ独学で、いろんなのを見ながら叩いてるという、誰にも教わってないということなんですね、このベンチャーで。ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。じゃあ大ちゃん、席についていただいて、はい、もう暑いかもしれないですね。続けて2曲お送りしたいと思いますけど、頑張るぞ懐かしい曲で、悲しき街角、ランナウェイ、それから、タクちゃんにした渋い雨の御堂筋、2曲続けてお送りします。
ね、立て続けお送りして今日 の最後の曲となりますけれども、星への旅にジャーニートゥーザスターズっていうのと、で最後はブルドックっていうベンチャーズで一番割とロックロールで胸のいい曲ですね。これもタキちゃんが大好きだってことなので、ぜひご気に入れてと。で最後に皆さんご存知かもしれないですけど、太田匠君は今年ですね、すごい大ブレイクしまして、ヤフージャパンの Y モバイルのテレビ CM だとか、テレビ新州さんの夕方ゲットの特集番組で出たり、あと新聞なんかでも、話題になってまして、ぜひこれからも機会あるごとにもしステージあるときは見に来ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ2曲立てて曲をお送りします。
ンチャーズでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。参りましたね参りましたね。インタビュー取る時ね、どうしましょう年齢は何歳ですかと聞くところでございますけどね、このバンドホリデーベンジャーズさんで、去年は、本選、まで行きまして、審査員特別賞を見事受賞されたわけでございます。はい、いらっしゃいました。助かったね。前です前です前です。はい、はい、お疲れ様。まずは、リーダーお疲れ様でございました。いや、今年もどうもありがとうございます。こんなに大勢の方にお見えいただきまして、まあ、各社みんなお目当てだと思うんですけどあの2回目の出場ということで、今年はですね、あの違いの緊張感ありますけれども、皆さんあのスタッフの方も、去年大変お世話になります。非常にやりやすいと思います。本当にありがとうございます。ちょっとごますことすごい、それでは皆さんお待ちかね、タクちゃんにちょっとインタビューしてみましょうね、どうでした？楽しかった。ね、あのコメントのところでね、タクちゃんはね4歳からドラム、まだ経験は2年。どうしましょう、この中でドラマいます？ドラム歴何十年おお、いつもどうやって練習してるの？お父さんがやってくれる。お父さんがやってくれる、いいね。今日はあのね、うちのドラムとはちょっと違ったけど、違うドラムで叩かなきゃいけないけど、どうだった？面白かった。面白かった。これだす、これだす。大人になるとね、あれがダメだ、これがダメだ、うん、人のせいばっかりするけど、うん、7歳の子が、7歳っていうと今学校は1年生だよね。参りました、参りましたすごいパワフルなんです。あの袖で私見てたんですけど、残念ながら亀で左手しか見えないですね。要するに左手というのはスネアというタンタンタンって叩く、これをやるときによく見てたらね、弱く叩いたり強く叩いたりしてるんですよ。見事ですね、それと何ともドラムのかドラマの方よくあの叩きすぎると走ってしまうとかもたってしまうとか、まあリズムがよれるということがあるんですよ。ほとんど感じさせないというか、それもベンチャーズの音になってましたね。ありがとうございます。モートくんで本当にスタジオでね、最近も練習して走んないように。うん、すごいですね。ドラム叩くの好き好き。ご飯食べるのとおやつ食べるのどっちが好き？おやつ。こうでなきゃねね、お酒とギターとどっちがいいんだろう、お酒というのと、変わりませんね。タクちゃん、将来は、将来もドラム叩く？お、大きくな、これはね、長野県から出るかも分かりませんよ。ねえ、テニスプレーヤーの錦織じゃないですけどね、世界に通用する、ドラマーが出るかもしれません。びっくりしました。他の方のインタビューでも取りづらくて他の人どうでもいいやつ返せないじゃんおじさんたちというかもうおじいさんたちなんですね。ねえ、孫ですよね。ねえ、彼がちょっと若い子、ちょっと若い方にちょっと聞いてみましょう。若い方に、はい、一応年齢が近いというところでご感想いや、今日大変の楽しくあの演奏させていただいて、あのタクちゃんのサポートがうまくできるかと思いまして今日やってきましたので特にあのバンドアンサンブル、あの7歳だからというわけじゃないんですけど、ドラムとベースというのがドラムバンドの中で非常に、重要な位置関係で、これが仲悪いと、大変なんですけど、うん、僕はしっかりしているというところで、なんですけど、どっちが合わせてタクちゃんピッピッと合わせてくるとか、
はい、いや、タクちゃんが合わせてくれてるんです僕に。やっぱりね、やっぱりね、タクちゃん頑張ってね、頑張ってこれからもうずっと長くやってください。これがもうよ、ね、7歳ですので、あと33年だったら40歳なんですね、40歳になった時に親父バンドで出場したらとんでもないドラマが出てきた。その前にプロになってるかなね、世界を股にかけるね、もうベンチャーズでも何でも持ってこいという感じでございます。ベンチャーズやってくんないかもしれない。やってくんないねベンチャーズって何なのって言われる、ね、30年後ね、それでもいつもこのベンチャーズ の懐かしいというわけでございます。かえって今新鮮ですよね。サウンド聞かせていただきました。今年は特にパクちゃんのドラム、すごかったですね。本当にありがとうございました。ホリデーベンチャーズの皆さんでございました。ホリちゃん頑張ってね、ありがとう。3時40分、はい、どうもありがとうございました。ここからステージから客席を見ると本当に皆さん